ラジオチャリティミュージックソン AKB48 の高橋みなみと日本放送柿原忠がお送りしております。さあさあさあスタジオにはですね、はい、もう日本放送この時間は榊原郁恵のハッピーダイアリーでもおなじみの永遠の夏のお嬢さんが入ってきましたよ。ご紹介しましょうか。榊原郁恵さんです。おはようございます。まあお二人とも元気ですね。元気なんですよ。声聞いてても元気なの分かるんですけども、はい、うんうん、ほんと実際にお会いしたらって言いながら、カキ、ちょっと、目赤いよ、はい、うさぎみたいな目になってます。ねえ、目はすいません。目はすいません。目はすいませんですよね。はい、やっぱ年齢が目に出ちゃうね。どうしても俺も疲れ目になっちゃってるんですけど、ただね、うん、高見菜ちゃんと郁恵さんの関係性、うん、もちろん、うん、あれですか、郁恵さんが AKB 選抜総選挙の生中継ゲストに出たっての分かってるんです。はいはい、そうです。そうなんです。高見菜ちゃん的にはもっとね、ちょっと確認したいことがあるんですよ。はい。そうなんですよ。私、はい、AKB に入る前に、ホリプロスカウトキャラバンさんを受けさせていただいてまして。ああ、受けたんです。さっきまっちゃんがチロッとなんか言ってたでしょ、うん。放送の中で。はい、で、私、移動中で、え、今なんて言ったと思ったんですけど。初耳だった。初耳だったの。実はその時の特別審査員で、はい。郁恵さん、いらしてくださったんですよね。はい、司会やってたり審査員だったり、石原さとみさんと一緒に出てた年で、あの緑ゆりえちゃんがグランプリの時に私出てました。いましたよ、緑ゆりえちゃん。あのまだあの、はい、緑ゆりえっていうのは芸名なんですよ。はいはいはい、ナビキだったかな、本名は、うん、そうですね、はい、ね、うん、そうなんですよ。で、高見菜ちゃんは最終審査、いたの、ファイナリストで、ファイナリストいたんですよ、あのお二人の石原さとみさんと郁恵さんの前で歌とか歌唱審査とかめちゃめちゃしてました。やってんですよ。そして郁恵さんは落としたんですよ。落としてない、落とされたんですわ。そうなんです、あの時いたんです。私もったいないことした、ね、いやまあでもちなみに秋元康さんもいたんですよね、審査員。秋元さんが審査委員長だったんですよね、その年。いやだ、本当に。そうなんです。だからね、本当にこうして私いつか絶対言おうと思ってて。いやだわちょっと近所の奥さん、いやだわ今日、いや、もうかける言葉ないですよね。ない、お久しぶりでございます。いや、とんでもございません。あの本当、はい、でも結構まさかそんなの知らないから、うん、AKB のね、はい、ライブのあの DVD とか、はい、主人が好きで、うん、買って、はい、それまたあの黄色いのもまた買って、はい、それでお前これ一度見た方がいいぞって、うんうん、すごいなんか AKB のねライブのあの DVD って、はい、いいって言うから、どんなにいいのかと思って俺買ってみて見たら、本当に言われて、一人でなんかこうね、シアタールームで見てたわけですよ。うん、したら、うん、お前見た方がいいぞって言って、うんうん、それで見たらもう本当に、総監督ってこういうことをするのかって思ったし、うんうん、改めてすごいな、この子すごいねって、主人と話をしてたんですよ。です、ホリプロにいたらね。いや、そんなもう。そんな言葉いただけて嬉しいです。でもこれ都市伝説のように、はい、秋元さんはやっぱ後に AKB で一期生でね、高橋みなみさんを起こす、そうですね、一期生で入ってますね、入るわけだから、はい、あえて落とした説もあるんですよ。あるんですが、あの私やっぱそこも気になりまして、秋元さんに直接聞いたの、聞いたんですよ。あの実は私受けてましたと、うん、AKB の前に、うん、秋元さん審査委員長でしたと、うん、落とされたんですけど、あれはどうなんですかって言ったら、全く覚えてなかったですよ。ただただ脅されたんですよ、私は。やっぱりそこまで深く考えてらんないね。考えてないんですよ。直感だね、もう。はい、そうなんです。うわー、やっぱご縁っていうか、そのなんかこう、流れっていうのがあるのかなって、ね、今言っても、もうなんとも。でも本当に。ちょっと違う話だなって今思って。本当にホリプロさん受けるなら、髪を黒く染めてから行けたらしいんですけど、シャパサったんですよね、その時。あー。やっぱり、ホリプロさんっていうあの、ね、清純なキャラクターとは全く違うキャラクターで私その時いたんで、うんうん、絶対落ちるだろうって見られてました、多分みんなから。でもそれでよくてファイナリストまで行ったよね。どうにか言ったんですよね、ギリギリ。え、その時歌は何を歌ったの？歌は浜崎あゆみさんの、うん、Is This Love っていう。あ、全く印象ないわ。ごめんなさい。そうなんですよ。やっぱり、ね、そういうことなんです。そういうことなんですよ、やっぱりね、落ちるってことは。でもね、高見菜ちゃんめちゃくちゃ頑張り屋で、うん、別にホリプロスカウトキャラバンだけじゃなく、うん、いっぱい受けてんだよね。そう、それまでに結構いっぱい受けてまして、でもやっぱり2時とか3時とかのオーディションでやっぱり落ちてしまうんですよね、うんうん、
で、ホリプロさん受けたら、最初のファイナリストまで行って、うん、でもやっぱり最後まで行くって結構、で、ホリプロさんで行くってすごい大変なことなんですよ。ね、合宿とかも。合宿もして。そうです、そうです。ABEX、ね、さんで合宿とかもして。うん。大変だな、もう。これの次受けるってなったら、相当、まあ中学2年生ですし、受験もあるから、まあ、AKB が最後かな、なんて思って。受けたら受けたら AKB、はい、いやで巡り巡ってこういう形でついに高見菜さんが郁恵さんに話をできたんですよ。ここでそうですか。ありがとうございます。それぞれの歴史があるもんです ね、 あですね。まあでも本当に郁恵さん今日ありがとうございます。とんでもないですよ。しかも郁恵さんからそしてそう、ね、ポールさんからも そして長男の裕太くんからもそれぞれそうなんです。3人それぞれから募金をいただきました。もう主人からね、いいなお前今日 AKB に会えるんだろうあれってやっぱり呼ばれた人しか行かれないのかな、俺も行きたかったなとかって言ってすごいなんかそうなんですよ。だからもうそういう思いも込め預かってきましたので、封筒にきちんとお名前まで入って丁寧にありがとうございます。はい、ずっとね、ずっと本当に毎年のように協力させていただいてて、さらに封筒のままね、こう、あ、じゃあね、もう今募金箱で高見菜さんが入れておりますが、うん、はい、じゃあ郁恵さんからも、はい、目の不自由な方に音の出る信号機を設置するための募金の受付電話番号、はい、お願いします。電話番号お伝えします。メモお願いします。 0570-08-1242 もう一回言いますよ。 0570-08-1242 です。はい、お待ちしております。お願いします。